はい、皆さんこんにちは、ジェントル山本です。今日はですね、外で、ちょっと、レッスン動画ではないんですけれども、お知らせのね、メッセージを撮っています。サックスの演奏をね、もう 200% 楽しんでしまいましょうということで、結構こうコロナ禍でね、なかなかこう練習ができないとかね、こう家の中にずっといたりとかっていうのもあったと思うんですけど、だからこそこうサックスを演奏するっていうことのありがたみというか、感謝の気持ちがすごく、あるなっていうふうに僕自身が感じているので、それを皆様とシェアして、今後、一緒にサックスの練習を、頑張っていきましょうみたいなね、そういう皆様を励まして自分も励まされるみたいな、そういう動画を今回は撮ろうかなと思っております。まあ、本当に根本的にもう超根本的なことなんですけれども、演奏をねもう楽しんじゃおうっていう気持ちが一番上達に、役に立つというか、もう強力なパワーなんじゃないかなって思うんですよね。そういう意味でなんかこう最近僕20年サックスをこう吹き続けてるんですけども、改めて新鮮な気持ちでこうサックスをいつも吹けることにもう本当に感謝するしかないなみたいな気持ちになってきたんですよね。だってよく考えてみてくださいよ。音楽をこう演奏して楽しい時間を過ごせるって、当たり前のように見えてものすごい奇跡なんですよ。まず健康じゃないと演奏できないし、楽器をね誰かが作ってくれてるから、サックス演奏できるわけですし、健康なメンタルがあるからサックスなんてね、メンタル病んでたら演奏できないと思うんですよ、元気がなかったらね。でやっぱりサックス吹くのにお金もかかるし、仕事の合間とかね、こう皆さん忙しい中サックス吹くわけですから、その時間もないといけないし、サックスを吹く場所だって、大事ですよね。でやっぱりこう平和な世の中があって、一緒に演奏する練習する仲間がいて、音楽を楽しめる、そう考えるとこう人生の限られたほんのちょっとの時間の中で、サックスをね、演奏するっていうのは本当に奇跡のような時間なんじゃないかなっていう風に感じるわけなんですよ。こうなんかバカバカしい話かもしれないけど本当にそうじゃないですか。で自分の体がねこう思った通りに動くっていうのもやっぱり病気で苦しんでる人もいたり、怪我をしてしまったり、もしかしたらこの先、この当たり前の、体が思った通りに動くっていうことも、なくなっちゃうかもしれないですよね。そう考えるとサックスをこう演奏できるって本当に幸せなことだから、それにこう感謝する気持ちっていうのがなんかこのコロナ禍で生まれたかなと。ジャズという素晴らしい音楽文化があるっていうことだったりね、まあ、そういうわけで、音楽っていうのはもう生きていることにワクワクして、毎日の基礎練習なんかを、してみると、楽器が200倍楽しくなるんじゃないかなっていうふうに、最近は本気で、感じているジェントル山本でございました。ということでぜひぜひ皆様、サックスのレッスン、もう少しずつね、もう募集をかけて、もう新規の生徒さんもちょいちょい来てくださっているので、2022年から、サックスを始めてみたいなっていう方だったりとか、またコロナで演奏できなかったけど、またどうしてもサックス上手くなりたい、楽しくやりたいっていう方、ぜひぜひ、ジェントルジャズサクソフォンレッスンにお問い合わせ、してみてはいかがでしょうか。ぜひぜひ一緒にねサックス楽しくやりましょう。それではまた。
Oh.